ードからのシットアップスイープを説明しますね。シットアップスイープはクローズガードから仕掛けられる基本的なスイープなんですけども、いくつかポイントがあるので説明していきます。まずは、仕掛ける状態、相手の体が低い位置、基本的には相手が沈んでいるときは手が邪魔しているので、はい、仕掛けようとしても止められますね。で、2つ目のポイント、相手が浮いているときに仕掛けていくんですけども、自分が完全に天井にお腹向けている仰向けの状態、ここから仕掛けようとすると動きが遅くなるのでうまく仕掛けられないですね。形としては自分が少しエビをして斜め、相手に対して斜めになっているところで仕掛けていきます。手がですね、やはりこの手で止めている。でもしくはよくあるのは、こう殻をグリップして脇を締めて全然動けない状態ですね。この状態が基本的には想定されるので、まずは自分がですねお尻を開けていこう。今でしたらこっち側、こっち側の腕は最低限カットする必要がありますね。沈んでる相手に対して自分のコントロールを取りたいので殻をグリップします。でもう片方の手、グリップがですねそんな強くないと下からこうスクープを入れるだけで吐くことができるんですが、グリップが強い相手の場合はなかなかこれが切れないので、まずは腰ですね、腰に足を当てて、で膝を自分の方に近づけると相手の腕を少し動かすことができます。その下から手の甲を上にして手を入れて、で外に弾きますね。腰についた足でエビをして体の向きを変えますね。体の向きを変えたらそのまま起き上がってシットアップスイープを仕掛けていきます。やってますね。体を持つ、こちらの手を剥いでいきます。動かしてすくう、そのままエビをして